海と日本。海と日本プロジェクト推進パートナーボートレース丸亀にやってきました。今回はこちらで開催される夏のウォータースポーツフェス2019に参加します。このイベントは普段レースを行っているボートレース場を使ってサップや海上自転車など海のアクティビティを体験するもので、大人から子どもまでみんなで楽しむことができるんです。どうしてボートレース場でこういったイベントを開催してるんですか？丸亀ボートがまず海とつながっている海水のレース場だということをご存知ですか？その水面を使って幅広く大勢の方にマリンスポーツを楽しんでいただきたい、また海の安全についても考えていただきたいなということで、このイベントを開催いたしました。せっかく今日僕もやってきたので今から体験したいと思います。まずはスタンドアップパドル、サップから行ってきます。ボートレース場は海に比べ波が小さいため、初心者でも少しの練習でサップを楽しむことができるんですが、藤田アナはご覧の通り。海でやりたいなと思うんですけど、やはり安全面がちょっと気になるんで、今後こういうイベントがあればまた来年とかも参加したいなと思います。今後もこのイベントを継続して、海で楽しむこと、また海の安全のことを、発信していきますが、それに合わせて、海に関するいろいろな情報を丸亀ボートから発信していきたいと考えております。ボートレース場という海に比べると波の小さい中で体験したので、本当に安心して楽しむことができました。このボートレース場での遊びの体験を生かして、今度は本当の海で楽しみたいと思います。